ゲデットで編集しているグラブの設定ファイル。このファイルにはオペレーティングシステムのリストが含まれ、グラブはこのリストを読み込んでユーザーに対してメニューとして表示する。設定ファイルとはコンピュータにおいて動作するプログラムやオペレーティングシステム等の様々な設定上の条件を記述したファイルである。ウェブブラウザの文字の色やサイズ、DVD プレイヤーなら音量など、 プログラムの動作はエンドユーザーの手によってある程度設定できる。その設定はプログラムの初期設定値ではないため次回使用するときにも反映させるにはファイルとして保存する必要がある。そのためのファイルを設定ファイルという。初期設定ファイルまたはプログラムを作業環境に見立てその設定を保存したファイルということで環境設定ファイルとも言う。これらの設定ファイルは 多くの場合プレーンテキスト形式で記述されているが、コンピュータプログラムがそれとわかるように、特定のファイル名が用いられている。DOS や Windows には、config.sis やシステム .ini といった設定ファイルがあり、Microsoft が MicrosoftWindows3x で採用した形式では設定ファイルの拡張子として ini が使用されている。MacOS では、 クイックタイム初期設定やクイックタイムプレファレンス、MacOS では、COM、Apple、クイックタイム、プリストのようなファイル名が用いられ、プロパティリストと呼ばれる。コンピュータに様々な動作を指定するために、これら設定ファイルにはデータやプログラムの読み込み、手順が記載されており、この内容を書き換えることで設定を切り替え、さらには、 利便性を向上させるための各種機能を呼び出すことができる。しかしこれらは正確に記述しないと、プログラムの誤動作や動作不良を招くため扱いには注意が必要で、まして誤って消してしまった場合などは致命的な結果を招くことも多い。現代の OS では、設定ファイルを自動的に作り出すプログラムも数多く存在しており、 専門知識がなくても必要な機能を選んでいくだけで自動的に設定ファイルが変更される。またそのような自動的な機能を OS 側が持っている場合もあるため最近ではこれら設定ファイルの存在を意識しなくてもコンピュータを利用することができる。UNIX KOS には何百もの設定ファイル形式がある。個々のアプリケーションやサービスが固有のファイル形式を持つことがあり得る。 かつて、UNIX KOS の設定は設定ファイルを編集することによっても見変えられていた。一部のファイル形式では特別な文字を最初につけることでエントリーを無効にすることができる。UNIX KOS では設定ファイルを特定のいくつかのディレクトリに置くことで管理性を高めている。特に設定ファイルだけをバックアップするような状況では非常に効率が良い。また、 Unix KOS はマルチユーザーの OS であるためユーザーアプリケーションはしばしば起動時にユーザーのホームディレクトリ内にファイルやディレクトリを作成しそこに個人ごとの設定を保存するホームディレクトリの中身を一覧表示する際にそのようなファイルやディレクトリが表示されないようにするためファイルやディレクトリの名前の前にピリオドが付けられるそのため そのようなファイルやディレクトリに対して、ドットファイルという異名が生まれた。サーバープロセスはしばしば、エトセトラ内に保存された設定ファイルを使うが、インストールディレクトリ、ルートディレクトリやシステム管理者によって定義された場所を使うこともある。ユニックス KOS といっても、各 OS ごとにディレクトリ構成はそれぞれ違うため、使用している OS で、 どのような構成になっているのかを確認する必要がある。また、設定ファイルに一定の拡張子の規則はない。ただ、config, init, rc 等の文字列が含まれていることが多い。ソフト名のディレクトリ内に拡張子なしの config という名称のファイルを置く場合もある。Windows ではアプリケーションデータディレクトリ下などにアプリケーションごとにディレクトリを作り、 そこに設定ファイルを置くことが推奨されている。Windows Vista で導入されたユーザーアカウント制御では適切な権限なしにプログラムファイルディレクトリを変更しようとするとファイルの書き込みはシステムによりトラップされバーチャルストアと呼ばれるディレクトリに保存される。このような処置はマルウェア対策やマルチユーザー対応のためのものだが現状ではまだまだ実行ファイルと同じディレクトリに 設定ファイルを置くソフトウェアが多い。Windows ではレジストリなどと呼ばれるデータベースファイルで設定の一括管理を行っている。アプリケーションソフトウェアやツールソフトウェアの多くがこのレジストリファイルに依存してユーザーの設定や過去の使用状況を記憶しユーザーの利便性向上に貢献している。ありがとうございます。